3D 酔いしてしまった。あのね、結構酔いやすいんですよ、私。何事も。何事もって何の話だって感じなんですけど、車酔いとかもすっごい激しくて、皆さん、修学旅行とか、バスの中で遠出とかするじゃないですか。そういう時ね、一人はいたでしょ、なんかゲーゲー吐くやつ。クラスの中に。一人か二人はさ、一人ぐらい、まあ、いるじゃん。あれ私なんですよ。私、すっごい酔うんですよね。本当にね。あ、ごめん、最近ね、本当、オートの話しかしてないですね。ごめんなさいね。三半規管、クソ雑魚なんですよ、私。あ、私もそうでしたって人結構いますね。お前だったのか。太もも映してくれ。え?ちょっとそのリアル生主みたいな、リアル生主に対するコメントみたいなやつやめてくださいよ。ちょっと太もも映してとか。リアル生主あるある。1位マスク取って、2位声かわいいね、3位太もも映してじゃないですか。廃品回収タイム。遊ばせていただきました。で、なんかこれやろうって決めてて、やろうって決めてたんですけど、廃品回収そこまでエコーを使ってないだろう。普通に小玉みたいな感じでしたよね。あれです、なんかね、廃品回収はちょっとやろうって思ってて、廃品回収アナウンスってね、検索したんですよ。廃品回収アナウンスって検索して、なんかちょっと今それのセリフを読ませていただいたんですけど、でもね、ちょっと見てほしいんですけど、廃品回収アナウンスって検索したら、ね、これ出てきて、右下の廃品回収車死ねってやつで、ちょっとなんか笑っちゃいました。ちょっとこれ、ちょっとなんか笑っちゃいましたね。死ねとまで言わなくてもみたいな感じの気持ちになりました。はい。ちょっと笑っちゃいましたね、それね。なんかそんなに怒るみたいな感じになりましたけどね。あ、もうバグってますね。何なんですかね、私。ちょっとまだ酔いを引きずってるぞ。ちょっと吐き気をね、引きずってる。今日お話ね、まあ何個かしたくって。そう。で、私さ、普段ね、人数を見ないんですよ。生放送の。何人やってるかなみたいなね。人数見ないんですけど、ちょっとね、今日はね、ちょっと今見てみよう。っていうか、ちょっとコメントで教えていただけたら嬉しいです。今何人来てるかって。それによって話すことを変えようかなって思います。はい。え?3万?なんで?ちょっとそんな放送ではないんです。マジでなんかこの時間いいんですかね、集まりが。あ、クソ雑魚化しないで、あ、すいません。もうほんとご覧の通り、自分の家をね、垂れ流しているだけなので。ミトラジーってあるじゃないですか。あ、前もね、ミトラジーほんとありがとうございました。なんかもうものすごいね、人数来ていただけたみたいでね、後から知ってすっごくびっくりしました。4万何千人みたいな。なんかもう怖いですね。怖いですねっていうか。まあでも普段ね、普段は
人数見ないんで、あの放送中はね、まあ、だからそんなに別に精神的な、まあ、影響はないんですけどみたいな。ありがとうございました本当に。でまあやっぱねちょっと長くなっちゃったんで、あのまあ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 ちょっと工夫していこうかなっていう感じです。じゃあちょっと話したいのが、あのね、これ話していいのかな、話していいのかなっていうか、猫マスさんがすごいね自分のことをね、あの喋ってくださっていたっていうのをねお聞きしたんですよ。まあなんで知ったかっていうと、リプライでね届いたんですよ。この動画で猫マスさんがものすごいミトラジのことを喋ってくれてますよっていうのが来て、でもちょっとねそれを拝見させていただいたんですよ。でね、不始末対談っていう動画で喋っていただいたみたいで、ふしめろさんかな、ふしめろさんっていう VTuber の方が、まあその方のホームであの生放送をしてたみたいで、でなんかその生放送にゲストでふしめろさんとまつりぴさんって方かなが対談しているところにゲストで猫マスさんがいらっしゃったと。まあなんか猫マスさんが、あ、まあそのね、まあ、すごい長いね動画だったんですけど、その最後の30分ぐらいでミトラジの話をねしていただいていて、でそう、まあまあふしめろさんのホームなので、まあ多分そちらの方の名前で検索したら出るかなって感じなんですけど、でねびっくりしちゃってっていうか、まあなんかもうね聞きながらちょっと萎縮しすぎてね、なんかナメクジみたいになってたんですけど私。ちょっとなんかもう 1.5 ミリぐらいの感じで聞いてたんですけどお話をね。でまあなんかまあ要約すると、まあね、バーチャル YouTuber がコンテンツとして人気になるには、まあなんかどういうことがミソになるのかなみたいな感じの話でしたね多分ね。でまあ多分そういう話をしてて、その一例としてミトラジの話を出していただいたということで、まあ結構ねすごくね興味深いお話だったんですよ。委員長呼ぶかみたいな感じのね流れになってて、いやでも呼ばない方がいいみたいなことはね猫松さんが言ってたんですよ。まあそれがそのなんかいろいろ仕込む、まあ私がまあいろいろと仕込んだりとかしていつも放送してるから、あんま雑多な生放送には呼べないみたいな感じのことをね言ってくださっていて、そんなことないんですよ。なんかこのばかりで言っちゃいますけど、そんなことないんですよ。確かにミトラジの時は、なんかいろいろね、張り切って、まあなんかオープニング作ったりだとかやってますよ。まあただそれは、まあ、別にその何ですかね、雑多な生放送をプロ意識的な問題でしたくないっていうわけではね、ないんですよ。そうそうそう。まあ、なんですかね、まあ、でその対談がね、まあ、割とメタ的な話が多くて、まあ、そういう意味でも、まあ、言っていいのかなっていうことだったんですね。まあだったんですけど、すごい嬉しかったのでちょっと言っちゃいました。はい。嬉しかったので、そうで、まあ、なんかその中で二次三次っていうものが何ですかね、結構ファンとの交流が、主体になっていると。でまあ、それが、まあ、アニメの登場人物は、まあ、中のキャラクターに話しかけることができないけれども、まあ、その二次三次含め VTuber コンテンツは、まあ、リスナーの距離が近いし、VTuber 自体もリスナーのことを認知しているっていうのが、まあ、すごい大きな、まあ、ミソとなっているっていう話をしていらっしゃっていて、まあね、そういうのも含めね、たくさん興味深い話をされてたんで、まあ、VTuber っていうものが好きな方はね、聞いてみたらいいんじゃないでしょうか。まあ、その、何ですかね、月のミトが好きっていうのもまあ、ありかもしれないですけど、その VTuber という概念に興味を持っているね、方がいらっしゃったら、まあ、聞けばいいんじゃないかなって思いますね。そうそう。まあ、なんかちょっとね、そういうお話も、まあ、私はもうしてみたいですけれども、まあなんかいろいろとね、メタ的な話になってしまうので、いろいろとね、喋ること喋らないことあるかもしれないですけれども、まあなんかそういう意味で、ちょっとね、自分の話をね、若干しようかなっていうふうに、もうちょっと思いました。
はい、まあ、なんかね、その海王さんのインタビュー見てくださってる方も見てない方もね、いるかもしれないんですけど、私前ね、以前ネットの記事、海王さんっていう方々のインタビューを受けまして、まあ、その時にどうしてミートラジオを始めたのかみたいな話もしてるんですね。そうで、あ、何時までやるの？あ、待って、もう1時間経ってんの？嘘だわまああと30分ぐらいかな、まあ、やってね、うん、で、まあ、なんでミートラジオを始めたのかっていうのも、まあ、海王さんのところで結構詳しくお話をさせていただいていて、結構猫松さんがそのミトラジオを評価してくださっていたのが、まあ、なんかそのリスナーとのコミュニケーションを取るっていうものの割と究極系だっていうことを話してくださっていて、まあそのコメント、まあ、長いよね、お便りを読んだりとかジングルを使ったりだとか、まあ、なんかそういう、まあ、それで一種のなんか到達点なんじゃないかっていうお話をしていただいていたんですね。まあ、到達点かどうかちょっと私はわからないんですけど、まあ、まずラジオを始めたのは、言い過ぎちゃうかまあ、その節はある。その節はある。ちょっと私もね、若干褒め殺し感を感じながら聞いてました。はい。なんか、すごいね、すごい褒めてくださってたんですよ。マジで。ちょっとこれ聞くとわかると思うんですけど、すごい褒めてくださっていて。まあ、でもね、すごい嬉しかったんですけどね、逆にちょっと怖いな、みたいな感じの、あれもね、あって、そう、そんな褒めたら調子乗るってあるけど、そう、調子乗っちゃいますよってやつですよ。本当に。本当に嬉しいですね。まあ、雑談するじゃないですか。今みたいな感じでね。なんか雑談放送にはね、限界が来るかもしれないって思っちゃったんですね。で、まあ、それは、まあ、なんかその、いつぞやかの雑談でちょっと思ったんですよね。コメント拾ったりとかするじゃないですか、私が。すごい拾うじゃないですか、コメント。で、まあ、そのコメントも、無限かといえば、そうではないような気がしたんですね。なぜかというと、やっぱりコメントも、まあ、何かしらを拾ってコメントするわけじゃないですか。だから、私が有限な限り、コメントも有限なんですよ。ちょっと何言ってんのかちょっと分かんないかもしれないですけど、ちょっと私もよく分かんないんですけど、まあ、だから、まあ、そのラジオって長寿番組がたくさんあるじゃないですか。オールナイトニッポンとかね、同じ、例えばなんかね、その伊集院さんだとか、まあ、私は結構ね、オードリーさんのねオールナイトニッポンを聞いてたんですけど、オードリーさんだって何年も続いてるじゃないですか。すごいですよね。まあ、それって持つということだと単純ですけどね。単純な発想ですけど。で、まあ、その、オードリーさんの話題も、その、オードリーさんが、まあ、テレビに出たりだとか、まあ、いろんなね、ラジオ以外のコンテンツで出ているから、話せる話題がどんどん増えていくんですよね。持つ。赤子の拳。そういうことです。技術畑の方が話すのは、ね、まあいいかもしれないですけど、自分みたいなのが話しても需要があるのかどうかちょっとわかんないんですけど、そう、まあこういう話はたまにはなじゃないもう口調を統一してほしい。たまにはね、いいかなと思ってちょっとやってみました。多分まだね、やり方はあるんですよ。多分まだ到達できるところがあるので、そう、まあそれが何かはちょっとわかんないんですけど、ただね、そう、確かに二次三次っていうアプリを使った形ではもしかしたら一個の到達点かもしれないですね。舞台装置っていうんですか、まあ、例えばこれもね、海優さんのちょっとインタビューで言ったことなんですけど、もちひよこさんがだるま落としをやったみたいなね、その、まあ、何かね舞台装置があったらね、もう最強なんですよね。リアル YouTuber の自由度に追いつきたいっていうところはね、あると思いますね。ココアさんと対談してほしい。それはちょっとね、恐れ多いですけど、ただその、先ほどの対談、猫松さんがゲストとしていらっしゃった対談で、まあ、なんか月のミトさん呼ぶか、みたいなこと言ってましたけど、ぜひね、それは参加させていただいたら、嬉しいですね。はい、あ、ちょっと何？どうした？なんだ？今、私はいつシリと言った？何？
もうええ、おい。なんだ何どうしてなんでちょっと今のやりとりがこの放送一番の取れ高になりそうで怖いんですけど、はい、まあちょっとごめんなさいね。ちょっと私がね偉そうに話せることではなかったです、これは。はい、ね、ただね、私ね、ほんと技術力皆無っていうのがねまあ企画を考えることは好きですけども、ポンポコさん形式、あ、そう、私ね、あのポンポコさんみたいな形式すっごく憧れてて、っていうのも、あの私本当はっていうか、あの実写でね、実写との合成でやりたい気満々だったんですよ。当時ね、二次三次受かったばっかりの時とかですよ。まあ多分それは、まあ、自分が結構そういうの好きだからなんですけど、そうだからね、あのオメガシスターズさんの焼肉の動画、知ってる方も知らない方も、まあ、あのちょっと見てほしいんですけど、あのオメガシスターズさんがなんか YouTuber は全員なんかすごい安くなる焼肉屋さんがあって、なんかそこに実際出向いて、あの実写の背景でそのね、あのオメガシスターズさんが 3D で重なった形でなんか焼肉を食べるっていう回がありまして、私のまさにねやりたかったことがねそれなんですよ。ニコニコ公式生放送で、あのオープニングでね、私がね、あの教室になんか実写の教室にバーって貼り付けてあるね、なんかあのアニメーションがね、ちょっと霊体みたいな私がねなんかいたと思うんですけど、まあまあああいうことなんですよ、をまあまあ当初はやりたいなって思ってたんですけど、ちょっとね今ね見バレするぞとかやめとけとかね、なんかコメントがありましたけど、それなんですよ。ちょっとそれでね、あの当初はやる気満々だったんですよ。ただ今はちょっとね、あのどうしようかなって考えてしまっている面はありますね。そういう感じですね。サポートがなきりゃ難しいな。そうですね、なかなか、そうですね、日雇い玲子さんと待ちぶらしてほしい。あ、やりたいですねそれは。うん、まあ、日雇い玲子さんみたいな形式だったらまあまあまあ不可能ではないかなっていう感じですよね。まあまあ、あの少なくとも生放送では絶対にやらないですけど、ピーナッツくんも顔バレしたからだってありましたけど、僕はバーチャルさんよりも顔バレしたのが先ですなので僕が世界初の顔バレした VTuber ですみたいなことね言ってましたね、ピーナッツさんね。ピーナッツさんは面白いですよね、本当にね。あ、そうだ、二次三次面接ってありましたよね。私あれ見ましたよ、あのなんか通信速度制限に苦しみながら見ましたよ。すっごい面白かったですよ、本当に。見てない方はちょっとアーカイブをね見てほしいんですけど、あのねポンポコさんの多分チャンネルにあるんですけど、あの二次三次に入りたい人たちを面接するみたいな放送があったんですよね。あのポンポコさんがなんか私みたいな格好をして面接官になって、で、ゲストが、エネさんと、アサヒさんと、ピーナッツくんっていう、ね。そうそうそう。次はエンタムってね、コメントありましたけど、ほんとやってほしいですね。やってほしいです。あの、エンタム、あ、あの、ちょっと思いついたんですけど、エンタム圧迫面接ってどうですか？あの、圧迫面接するんです。ちょっと、これご一行ください。あの、ポンポコさん。はい、あ、ごめんなさい、ちょっとエンタムさんのイメージ的にそれはちょっとまずいかもしれないですね、もしかしたらね、はい、ピーナッツくんはね、あのずっと前からね二次三次に入りたいみたいなこと言ってるんですけど、ピーナッツくんはあの二次三次に入らなくてもあの力をね、なんかもうソロでねたくさん力をね発揮してくれるいる方なんですでにはい、あと私もピーナッツくん好きなのでね、はいはい、うか様審査員面白そうですね面白そうですね、はい、遠回しに断ってて草違うんですよ、本当に本当に面白いですからね、ピーナッツさんはね、まあ、何かこの機会にコメント拾っていきたいと思うので、コメントで聞きたいこととかあったら、あのぜひね言ってみてください。だからあれなんですよ、そういうね、あのバーチャル YouTuber 全体みたいな話も、あの意見を聞くのがとっても楽しいので、私みたいなね、あのクソ新参クソ雑魚者がね、あのなんかそんな専門的なことは喋れないですけど、喋れないんですけど、まあちょっと
なんかそういうお話も興味あるよって話です。あ、そうで、尾藤海二さんがものすごいね、たくさんの VTuber さんをなんか部屋に招き入れて、ものすごい集団の会話が起こったっていうのね、見ました見ました見ました。なんか全員が喋るときなんかブーンみたいな音になったらよかったですね新規のバーチャル YouTuber さんもいれば、まあなんかそれこそまねこまささんとかね、なんかすごくたくさんのゲストがいて、はじめさんもいましたからね。そう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 、はじめさんいました、いました、いたし、そうたくさんいましたね。あれでも結構夜だったんでしたっけ。そうそう、あ、まあ私もね、アーカイブ全部はすみません見てないんですけど、ちょいちょい見させていただいていて、まあ後にも先にもあんなに大人数のコラボ動画はないんじゃないかって思いましたけどね。ちょっとなんか今日なんかあへあへ私が言ってるだけの放送になりましたけど、はい、まあなんかたくさんのね方に来ていただいて大丈夫でしたかね。ちょっと心配ですけど、ありがとうございました。とても光栄です。ちょっと今日はここら辺で終わりたいと思います。ちょっとアヘアヘモードがちょっとマックスになってきたんで、はい、ではそれでは皆様、気をつけて、気をつけて、着着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 着